新入社員の入場です。パークのキャラクターに迎えられ登場したのはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新入社員110人です。一緒に踊るわよ。楽しい入社式。コロナ禍の影響でパーク内での入社式に新入社員全員が参加するのは5年ぶり。 USJ 流のおもてなしを体感した新入社員は、まずはたくさんのことを吸収して自分も仕事をものすごく楽しめるようにノーリミットに頑張っていきたいと思っております。ノーリミット。一方、ゼネコンの奥村組では去年よりおよそ20人多い139人が入社。今年度から時間外労働に対する罰則付きの規制が適用される2024年問題を背景に採用人数を増やしたということです。新3系プラス系、これを建設産業全体で強力に推進しています。とっても緊張したんですけれども、いざやっぱり聞くと心が引き締まるというか、頑張っていきたいなという気持ちになりました。